願いします。はい、お願いします。今日あの天水さん来ていただいております。天水です、はい、よろしくお願いします。マジで災難の日でしたね本当に。いや、なんか呼び出されて、なんかボコボコされて、嬉しそうな顔されて。いやジャイアンですからね、うん、とんでもないですよ、こんなやつ、はい、それだけ聞いたらめちゃくちゃ俺悪いやつやん。いや、まあ、大体事実なんで空手界で一番性格悪いやつ一番嫌いなやつ、はい、で、まあ、もうなんか本当に大変だったと思うんですけど、はい、僕いつもコラボさせていただいた方、はい、治療させていただくんですよ。ああ、そうなんですね、はい、ので壊させて治療する、はい、そうです、あの治すとこ作ってもらってそんなもんですよ、そんなもん、はい、一流になる、はい、性格悪いやん俺が一番だ、はい、なので、はい、なんか、まあ、普段でいいんですけど、はい、なんかあります？今日やっぱりその月をたくさん食らって、はい、でちょっとあの打ち回しとかも食らったんで、はい、ちょっと首がちょっとおかしくなって。なるほど。なんかもう完全愛情せいじゃないですか。首がちょっとおかしいですよね。絶対俺のせいじゃないか。首が変なんで、マジで了解です、はい、首できますか？できます、できます。何でもできるんですか？なん、まあ、なおいけるものだったら詰まってる感がすごいして、なんかこう動きが悪いんですよ。 OK です、 OK、 それを見ていきます、はい、で、ちなみになんですけど、はい、普段って立ってるのと座ってるのどっちですか？そっの話ですか？は普段使ったらやばい。あ、なるほど。姿勢の話。そうですね、姿勢の話です。姿勢の話、座ってる方が若干多いかな。若干多いですか、はい、OK、です。じゃあ座ってる時もなんとなく詰まりですね。はい、OK です。OK、そしたら要は、はい、まあ、日常生活で何かしらのエラーがあるんで、はい、詰まったり辛かったりするわけですよ。簡単に言っちゃえば、これはずっと組み手してるんだったら組み手とかそういう問題じゃないですか、はい、相手に叩かれるとかなんですけど、はい、まあ、大体日常生活の時間が多いじゃないですか。なるほど。ってことはそこで何かしらのエラーが起きてて、じゃあ立ってるの座ってるのどっちが多いのってなった時に、はい、座ってるのが多いんだったら、はい、座ってる姿勢見ちゃうのが早いです。おー、なるほど、はいはい、どうぞ座ってください、はい、何も考えすぎって言ったらおかしいんですけど、はい、いつも通り座ってほしいんですよ。いつも通りどう座ってるのかな。え、逆に座って何やるんですか？編集ですか？え、座って、はい、どっかり通りだマジキラーだった。座って何やるんですか？仕事ですか？そうね、基本座ってるから、ね、その仕事の体制ってことですか、ね、あ、そう、その仕事の体制。じゃあもうこんな感じですか？お、そんな感じです、はい、ってことはもうこれが普通なわけ、うん、で、さっきのフルコンタクトチャンネルでも言ったんですけど、絶対人間って重力に耐えるんですよ。重力に耐える、はい、重さがかかるんです。そうなんで、はい、だからそれは頭から絶対下なんですよね。はい、だからこの姿勢で絶対耐えてるはずなんですよ、はい、で、だからそれ強くするにはこうしちゃうんですよ。こうやって押したら強くなるじゃないですか、うん、で、さ、これバウンドするの分かる？分かるっす。これちょっと跳ねるじゃないですか、はい、なんとなく、はい、で、要は跳ねるってことは、はい、骨で支えられてないってことなんですよ。簡単に言っちゃえば骨で支えられてない。骨で支えられてるとそんな跳ねないですよ、はい、要はこれ力がどっかに逃げてるからこれバインバインって跳ねるんですよ。簡単に言っちゃえば、はいはいはい、で、じゃあ骨で支えられてないので、はい、崩れるのはダメじゃないですか、はい、例えばですけど、まあ、極端に言ったらこんなになっちゃったりとか、うん、こんなになっちゃったりとか、うん、ってのはダメなんで、はい、何かしらでバランスを取ろうとするんですよね、はい、それが筋力が頑張っちゃうんですよ、うんうんうん、だから凝るとか、うんうん、だるいとかっていうのが生まれてきて、なるほど、で、左右差があって、はい、で、ちょっと耐えてくださいよ、はい、本気のすんで、はい、よっ、これ耐えれると思うんですよ、はい、こっち耐えてください、はい、おります。おお、本当だ。っていうのが、はい、これさっき左右押した時に、はい、こっちめっちゃ沈んだんですよ。うん、だこっちは乗せるのが上手で、はい、よいしょ、うん、椅子壊れんでバリューだもん、うん、こっちはうお、本当だ、はい、ってのがあるんですよ。多分立ってても左重心だと思うんですよ、多分。おお、そうなのかもしれないですね、はい、っていうのがあって、だからこっちばっか使う癖があるから、はい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 、この辺とかが詰まるのかなっていう。なるほど、はい、だから右振り返ってみてもらっていいですか？こっち、そうです、はい、あ、ごめんなさいね、首だけ、はい、首だけで左、もう一回右、左、髪の毛で分かんねえちょっと寄せますか？いや、だいぶスタイルです、はい、今やってて、はい、どっちが抜きづらいとかありました？こっちの方が抜きづらいですね。抜きづらいですか？はい、もう一回右に持っていいですか？うん、左、うん、OK です、はい、で、今度右左に倒してみてください。そう、かしげる、そう、で、これどっちが、こっちの方がなんか、はい、詰まってる感じ、詰まる感じになります、はい、うん、OK です、OK です。で、まあ、簡単にですよ、はい、いきますよ、はい、これでもう一回左右倒してみてください。右左、これ減ります？ああ、確かにこっちにかしげるときはちょっと減ります。減ります、はい、
で、これにも書いてあります。これは、あ、でも確かにある。これ若干ですね。はい。で、チェック。ダランとして、その力抜いちゃう。はい。これでもう一回やってみます。あ、これ気がします。なんとなく。はい。で、今何やってたかなんですけど、いろんな筋肉狙ってるだけなんですよ。はいはいはい、筋肉のサポートしてあげて変わるじゃないですか、うん、ってことはなんかその構造上関節とかの問題じゃなくて、うん、筋肉にアプローチしてあげて負担取ってあげたらやっぱ治っちゃう、でだからなんかやっぱ普段の姿勢でこういうところに負担、まあ、こっちだったりに負担かかるようなのが多いんで、うん、まあ、座り方からも頼むしたらいいんですけ ど、 なるほど、とりあえず取って、はい、で簡単な座り方でこの跳ねなくなるんで、それまでちょっといこうかなと、はい、思います。お願いします。これはいできると思います。でちょっと軽く最初緩めますね。はい、です。プチフルコントの出会いは何だったんですか最初。いや本当にエッチな店で楽しみがない。そうですね、エッチな店行ってなんか水着のお姉ちゃんが、うん、あのグレープフルーツを絞って、あった水着のお姉ちゃんグレープフルーツを絞って、そうクラッカーを飲めばフルーツ、あーなんか生絞りあれかグレープフルーツサワーみたいなのを頼むと、水着のお姉ちゃんがあのグレープフルーツをあのそれさすがに手で絞ってくるんですよね。そうですね、手で胸を寄せて絞ってくるお店。しっかり言ってんじゃん。いや思い出した、クラッカー1分以内に食べたらなんかお金もらえるみたいな。あれ動画も残ってるもん。せやっていうところです。そんな面白い出会いだったの。まあ、でも福地選手はですね、はい、あのワールドカップですね、新極真のワールドカップ。そうです。で選手同士として出会ったのは最初。そうですね。でその後あの生絞りグレープフルーツさんの時にフルコンさんとも。なるほど。痛そう。そこ俺首やったことないもんね、治療でね。ちなみに痛いのはお好きですか。はい、痛いのはまあまあ好きですね。森川さんなんかもう特殊っすもんみたいな。昔からっす。おもろい。痛ないっすか。いやまあ気持ちいいっす。痛い痛いよ。この間あの、はい、ムエタイの吉成選手、おお、なだかさん、はい、にやらせてもらったんですよ。はいはい、ずっと叫んでたよな。へ、うん、だから達人目指してるじゃないですか。はい、どんな達人になりたいんですか。いやもうなんか構えた瞬間に全員逃げ出すような、うん、戦わないで勝つっていう。それ入れ墨入れた方が早いっすよ。戦うとして勝つのが目標ですね。それは何で感じ取ってくれるんですか、構えた瞬間って相手は。いやだからあの渋川豪樹さんが結局戦う前にあの大きいものがたくさんあって、あの試合会場にたどり着かないっていうのがあったじゃないですか。やっぱそれぐらいの覇気を手に入れたいなっていう。なんすかそれ。知らないです。知ってるでしょ。わかんないです。あれ知らないよ。バキ見てないの。バキ見てます。あ、バキですか。バキ。おお、これやば。うわうわこれ、わかります？これ、はい、これが引っかかるんですよ、これ。これやばい、これやばい。待って、いこう。僕、治療を、はい、バキに習ってまして。バキに習ってる、はい、バキのモデルいるの知ってます？あ、わかります。平さん、はいはい、平さんに月1治療習ってるんですよ。平さん習ってるんですか。平さんが習ってる。柳生心眼流っていうカッコ使えるんですけど、はいはいはい、を僕今月1習ってるんですよ。平さんもまた面白いことやってますよね。めっちゃ面白いですね。でもこれが約1年続けてやってるんですけど、はい、そうすると8割分かんなかったのが6割分かんないに変わってくるんですよ。ちょっとずつ分かってくるんですよ。平さん面白いですよ。面白いです。リアルバキ、リアル、本当にリアルバキなんですよ。バキに見えてきますからね、マジで。崖を登る手を作ると引っかかるんですよ。でも結構辛いですね、これね。辛いんですよ。わかりますか。はい、でもかなかなか。だから空手家は我慢強いんですよ。そう、うん。でもあれですよ、我慢してて、はい、溢れるぐらいまでいっちゃダメですからね。いや、そうですね。そうってよくやります。ちょっと滑舌も相まって何言ってるか分からない。よかった、それぐらいでちょうどでも多分そのシーン多かったら多分それ我慢できてないですよ。多分確かにね、もう溢れてもうてんの。そうもう軽かったもん。これよし、逆です。なんでちょっと頭をこっちに、はい、お願いします。大丈夫ですか。いやもう分かりますよ。やっぱりですね、敏感っすね。敏感なんですよ。何これ練習しながらでも全部使う、うん、全部使う。このチャンネルいいっすね、楽しいっすね。
うわーこれですね、さっきね。はい、すげえ。普通に、でもマジで治療普通にこういうのやってるんですよ。へぇ、見るとやばいもんな。うん、マジでやだ。福地選手はどこが一番張ってんですかね。もも裏っすね、もも裏股関節っすね。まあいいとこ張ってますね。でも体幹部分ですよね。そうですね、そうですね。でも変な怪我が減ったよな。減った、すげえ。だ前より多分僕わかんないですけど、多分治療しやすいと思いますわ。あ、それはある、ある、ある。そうでしょ、うん、あとどうしても追い込んでる時期ってなんていうの、それもしょうがないですか、疲労で、うん、だから試合終わった後何もしなくなるじゃないですか、はいはい、その時カードめっちゃいいんですよ。へえ、うん、だから普段やってるから疲れてダメになんですか、ね、ダメになっちゃうというか姿勢が悪いとかそういうのはないと、まあ、あんまないですね、なくなってきたと思うんですね。うわ、ここっすね。はい、これなんで貼るんですか。まあ、簡単に言えばですよ、さっきの骨で支えられてないから、はい、まあ、バーンしなっちゃうじゃないですか、はい、しなってるのが要は止めるのがもう筋肉しかないんで、はい、それで要は常にずっと力入っちゃってる状態、簡単に言えば。まあ、そんな極端な力じゃないですよ、はい、例えば買い物袋を右手にずっと持ってたら、はい、別に軽くてもなんか疲れてくるじゃないですか。あ、だからそんな感じの力がずっと入っちゃってるみたいな、ずっと姿勢保つためにとか、あとはその要はバウンドしてるんで揃ってないじゃないですか、はい、ってなると頭の位置は絶対ベストからずれるんですよ。あ、なるほど。で、頭って重いんで、はい、なんでそれを支えるのに貼るっていう。へえ、まあ、あと構造上の問題とかいろいろあるんですけど、はいはい、まあ、なんかよく背骨って S 字状になってるとか聞きません？あ、ありますね。ありますよね、はい、あれって首と腰で前に出てて、はい、胸と骨盤で後ろに出てるんで、はいはい、上から行くと前後ろ前後ろみたいな感じで S 字になるんですけど、うん、で後ろになってるとかあるじゃないですか、はい、あの胸と骨盤、はいはい、で肋骨あるじゃないですか、はい、胸の周り、はい、で骨盤って、まあ、骨盤こう一緒あるじゃないですか、うん、だからこれって胸と、まあ、骨盤って、うん、やってることとか目的は臓器の保護なんですよ。うーん、なるほど、はい、目的がで骨盤は内臓支えてます。あ、そう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 、はい、で腰と首の周りってその肋骨みたいなとかないんですよ、骨盤みたいな。うん、でそれ何やってるかって言ったらショックの吸収なんですよね。へ、だから頭の重さを吸収したりとかするんですけど、はい、だからそれがベストの位置にないとより計また筋力で使い始めるんで、あ、だから張りやすいっていうのは。なるほど、頭重いからです。あ、そうです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 、はい、どうしても頭は、まあ、誰でも重いじゃないですか、脳みそ入ってるんで。そうですね、はあ、私も、はい、息を吸って一回止めます。あ、ごめんなさい。よし、じゃあちょっと一回起き上がります。一回起き上がっていただいて、ちょっとあとやる、もうちょっとやるんですけど、はい、これで座ってください。はい、で、右倒して振り向いてみたいにやってみてもらっていいですか。あ、なんか引っかかりはだめないですね。で、そうそう、で、今これで多分多少抜けてるはずなんですよ。はいはい、で、あとはこれ取りたいんですよ、一番。はいはいはい。このマインバイン、結局これがあるんで貼るんで。なるほど。で、これは、はい、座り方変えればいいだけで、はいはい、立ちます。立ちます、はい、立っていただいて、はい、この、ごめんなさいね、細かくやるといろいろあるんですけど、はい、すげえ簡単に言うと、このお尻の出っ張りあるじゃないですか、はい、これ座骨結節って言うんですけど、はい、ここが当たるように座ってほしいんですよ。そう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 そこに乗る感じしません？あー、確かに、はいはい、わかります。バンド減る？うん、わかります。はいはい、でこれ要はなんですけど、要は当ててくださいって言ったじゃないですか、はい、そうすると当て、あ、骨盤立つんですよ。はいはいはい。でダメな姿勢の時って、うん、こうやって骨盤寝てるんですよ。なるほどなるほど。でなると骨盤が寝るとこう倒れてる。うん、そうです、こう倒れますよ、ね、はい、でこの骨盤からまっすぐ背骨って生えてるんで、うん、そうなると本当だったらこうなってるんですよ。うん、なるほど。でもありえないじゃないですか、はい、こんなやつ、うん、なんでどこでバランス取るかって言ったら猫背になるしかないんですよ。はいはいはい。でなると頭巻いてるじゃないですか、うん、でなると結局いつもこうなってるんですよ。なるほど、はいはい。なんで立っていただいて、よいしょ、はい、でここ、はい、が当たりを見座るっていうだけで骨盤が立つんで、はい、それだけで、よいしょ、うん、あ、そう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 、元々綺麗だけどね。うん、本当に。なるほど。っていうだけで、であとは集中してると絶対こうなってくるんで、はいはいはい、もうそれはしょうがないんで、うん、ずれたらこう立ち返るみたいな、はいはい、感じがいいんです。そうすると要は背骨の位置とか、あ、そう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 、勝手に出していくのが揃ってきて、はい、で負担がかかりづらくなる。そうです、無駄な負担がなくなる。へえ、なるほど、なるほど、はい、っていう感じです。
すごい。なるほど、ありがとうございます。こんな感じなんですけど、はい、もうあの今日はあの蹴られた首の痛みを取るっていう。そうですね、はい、蹴ってないね俺。だいぶ取れたかもしれないですね。こうやってあのスパーで治療、口言うと被害者の会議たくさんいます、ね、行列できますよ。そんな折れへんでしょ。大変なことになります。それはおもろそうやな。いや募ったら来るで。すごいっすよ。いやてかめちゃくちゃ足硬いっすね。え、めちゃくちゃ硬いっすね。そう、硬かったですか。はい、全然練習してないのに。大変ダメですね。多分お内製取ってるとか、まあ、いろいろあるんで。首長くなりましたね、明らかに。俺これなったんですか。なったよね。気のせいちゃいますね。マジで。いや、こんなスッとしなかったよね。うん、どうかな、気のせい。でも言われてみれば、うん、と思います。でもこれがなくなるんで、そしたらこうまっすぐなるやつ、うん、っていうのはあるのかもしれないです、ね。はい、っていう。いや、すみません、体をお借りしちゃって。とんでもないです。はい、え、ちなみになんか、格闘技チャンネルやってるんですよ、自分。ちなみに、はい、どんな選手見てらっしゃるんですか。いますか。はい、もう僕は、もう彼とか、オフプチューと、あと、はい、観客だと、ユウ、坂本ユウキとか。ああ、はい、チャンネルも出てくるんですよ。はい、とか、今、格闘技だと、京口くんとか。あ、競技してんじゃん、ボクシング。はい。へ、あとか格闘技でもそんなもんですかね。あとは、はい、サッカー、J リーガーとか。あ、そんな、J リーガーとか見てるんですか。はい。とか、そういう感じ。すげえ。はい。で、やってます。どこでやられてますか。田畑っていう。田畑。知ってます田畑。あの、京浜東北線。そう、京浜東北線。近いっすやん。うん。めっちゃ近いっす。あ、マジですか。はい。はい、で、やってます。あ、じゃあ、ぜひ、おさらいして。いつも、本当に、いっぱいもう、忘れます。ありがとうございます。こんな感じです。はい、ありがとうございます。で、テイスイさんのチャンネルで本当あの福地優斗の悪魔の称号が見れるはずなんで。なんでやねん。ね、本当に性格悪いんで、うん、あの人とんでもないですよ、はい、道端であったらぜひ距離取ってほしいですね。そうですね、やめてくれよ。打ち回しされるんで気をつけてください。せえへんよ。はい、野獣っすね。こんな感じで終わろうと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。